宿根木海岸。はい、こんにちは、自由人古橋裕二です。今日は佐渡の宿根木という昔の港町にやってきました。ここは江戸時代から続く歴史ある集落で、まるでこう時が止まっているかのような、そんな雰囲気が漂っています。佐渡の文化は国中の公家文化、愛川の武家文化、小木の町人文化というふうに大きく分かれるらしいんですが、この宿根木は小木の町人文化の原点ともいえる場所だそうです。中世の頃から海鮮業が盛んで、当時は佐渡の富の3分の1が集まるほど栄えた場所だということだそうです。江戸幕府が小木港を整備して商業の中心がそちらに移ってからも、この宿根木の人々は全国各地を回りながら商いを続けていたんですね。村には船大工をはじめとする造船の技術者が住み着き、戦国船を建造する基地としても栄えたということです。今もこの町並みはその時代の面影が色濃く残っています。宿根木はわずか1ヘクタールの土地に110棟もの建物がぎっしりと建てられていて、外壁には船板や船釘が使われている家もあります。海へ向かう路地に面して建物が肩を寄せ合うように密集しているんですね。こうした風景は海鮮業で栄えた名残を今も感じさせてくれます。これだね、トイレだよね。この村には母屋だけでなく納屋や土蔵がですね、たくさん立ち並んでいます。こうした建物は海鮮業が衰退した、その出稼ぎが主な生計の手段になった時でも、その歴史を残したままになっているということですね。感じではあるけど、その人が住んでるんでしょうか。宿根木の家は外観は日本海の潮風をしのぐために包み板で縦板張りのシンプルな作りなんですけども、内部は驚くほど豪華で漆をふんだんに使った仕上げがされています。こうした家は船持ちの実力者によって広まり、家の中でお客さんをもてなす空間も増えていたそうです。まあ、その代表的なのがこの清九郎の住居ですね。はい、こちらが清九郎さんのお家です。立派な門構えに歴史を感じる木造の外壁が印象的ですよね。この家は船主として海鮮業を支えた豪商の家で、一般的な宿根木の民家の2倍以上広さがあります。築何年の建物なんですかね。ここは築何年なんですか。ここ185年ですね。185年、うん、江戸時代の建物です、ね、うん、はい、じゃあいただきます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ中ご案内しますので上がってください。はい、ありがとうございます。家の中に入るとまず目に入るのがいろりですね。ここで家族が集まって過ごしていたのが分かります。今はですね、お前と呼ばれていて、広々とした空間で、ここには船の滑車を使って光や風を取り入れられるような工夫がされているんですよ。これ船の滑車でね、こう開けたり閉めたりができるようになってます。その知恵を知ることができます。すごい。そして台所には水がめや木桶が残されていて、当時の生活の工夫が垣間見えるようになっていますね。港に寄りながら四国大阪の方まで船で商いをして、莫大な富を得ていた船主の家であったそうです。宿根木の一般的民家の2倍ほどの広さで147平方メートルあります。総2階で一部3階に物置があります。この部屋はお前と呼ばれていて、家族の憩いの場所であったところです。お前の左側の部屋は何度と言われ、家主さんの寝室や物置として使っていました。お前の高窓は明かりを入れたり煙を外へ出すための役目でした、この部屋は下の座敷です。入り口は杉の木で作られた一枚戸が4枚されています。家の工事やお祝い事等に使用していました。障子を開けて縁側より裏庭を眺めて楽しむことができます。奥に見える岩穴は室と呼ばれていて、
中の広さは8畳くらいあり、野菜や漬物の貯蔵庫として利用しています。はい、そしてとっても興味深かったのが、家の奥にですね、この岩をくり抜いた小さな部屋が、8畳ぐらいの部屋があって、普段は貯蔵庫として使われていたそうです。夏は涼しくて冬は暖かさが保てるというこの岩穴は、自然との共存を、ね、実感させてくれています。これもやっぱ豪商ならではですね。広くてもかね、土蔵代わりだね。はい、そして2階の座敷も豪華に作られており、現代でもなかなか見ることができないのではないかなと思いますが、はい、2階の間もとても豪華な座敷が作られていました。お座敷、大座敷は大切なお客様のおもてなし等に使用していたもので、大座敷は書院作りとなっています。床の間や違い棚は欅の一枚板で作られ、床柱は天然杉の一本物の組み合わせで、面川作りといった大変貴重な技術が使われています。大座敷、小座敷の大きな襖は春夏秋冬の絵が描かれています。玄関の上は若夫婦の部屋やお手伝いさんの部屋であったそうですが、粗末なものでした。すごいですね。これはこうやって手入れするだけでも大変だね。はい、本当にね。手入れもまあそこそこにやらないと。ねえ。毎日お掃除が。あの大広間のあの大座敷の天井も光っとるじゃないですか。はい、あれ杉板でございます。あ、杉板で、で赤漆だって言ってみる。ここは柿渋ですね。あ、柿渋。あとは赤漆、漆が全部。赤漆ね。漆を塗っております。すごいね。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ご覧いただいた通り、今も宿根木には赤黒く光る玉り塗りの柱や包み板を使った外壁など、当時の文化と生活の工夫が詰まった家屋がたくさん残されています。訪れると当時の人々の暮らしが伝わってくる感じですね。まさにノスタルジックというか、タイムスリップするような感じなんですよね。郵便局、郵便局舎、これが郵便局の跡なんだね。小さいね、何もかもがすごいコンパクトな。はい、そしてこの建物、皆さん見覚えがないでしょうか。これはかつて、ずいぶん昔にですね、吉永小百合さんの JR のポスターでワンシーンに使われてたこの三角屋というね、三角形の家なんですね。このポスター見覚えがあるでしょうか。こんな感じでね、非常にこうデザイン的にも面白い形をしている印象的な建物、宿根木というとこの建物が代表的にね取り上げられたりもします。すごいね、厚みが36ミリあったんだって。木が豊富に取れたのかな。柿の収穫。
ということで今回はですね、佐渡の荻近くにある宿根木という、ね、集落に行きました。佐渡に来られたらこういった古い建物もねたくさんありますので、ぜひ立ち寄られることをお勧めいたします。まあ、時代は流れて今はね60個ほどの集落ですけども、こうした場所に身を置くとちょっとタイムスリップした気分にさせてくれますね。特に入場料などはいらないんですけども、見終わった時にですね協力金という形で100円をね寄付していくような、そんな風になっていましたので、ぜひ皆さんもね宿根木を訪れてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは、まあ、こういった旅の動画とかですね、私が気に入った場所の情報を、ね、お伝えしてますので、よろしければ新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録とベルボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さよなら。宿根木のね公開施設っていうのを見てきましたけど、なかなか良かったですね。共通のチケット買った方が良かった。4つかな、共通で回れるのが1300円だったかな。それをまとめて買った方が良かった。私は聖九郎さんのところだけ見ていいんだけど、はい、ということで一度宿根木いいと思います。